はい、どのすけです。ブロスターやっていきたいと思います。前ね、コメントでクラブ作ってくださいっていうのがね、何個かあったんですよ。なので、そのクラブというやらをちょっと作ってみました。これでね、左側に見えてる、りょうすけゲームズっていうクラブにしました。はい。で、クラブタグとかも書いてあるんで、ここから入ってこれるんですかね、皆さん。俺、クラブとかルール知らないんで、まあ、作ってください言われたから作ってみましたんで、はい。なんか入れるようなら入ってみてください。あ、でもメンバー100人しか入られへんぞ、これ。ちょっとメンバー100人しか入られんのはごめんなさい、もう。早い者勝ちということにしておきましょう。はい。はい、今回ですね、ハッピークリスマスということで、これね、発売されております。2440円。5倍お得ということで、久しぶりにちょっと課金してみようかなと思います。しばらくほんまね、ブロス始めたての時は課金したんやけど、しばらく課金しなかったからな、久しぶりの課金やってみましょう。ハッピークリスマスで、メガボックス6個引けるんで、これいきます。はい、購入できました。エメラルド450、それからコイン6000、そしてメガボックス。さあこれでいいの当たってくれよ、ほんま。キャラ来い、キャラ。あかん、この右下のさ、黄色い2っていうとこが赤じゃないとあかんのな。黄色やから、もうこれはほら、イベントチケットとエメラルドみたいな感じになるんやな。赤で来なあかん。さあ2個目、せい。あ、黄色色できたらイベントチケットとエメラルドを10個、10個は美味しいな。はい。さあ、3個目のボックス。来い。おっと、今度は黄色色が3つ。イベチケ、ダブルトークンズ、エメラルド11個。おー、エメラルドいっぱいもらえんな。ありがたいな。さあ、4つ目。スターパワーも何も当たらへんな。生でエメラルド3個。これ渋すぎん。さっきの暗いものならへんぐらい渋いやん。最低っていうやつや、これ。一番かん外れや、これ。どこがメガボックスやねんっていう感じや。あかん。さあ、おー、生。ラスト、来い。せいやー。はい、終わり。ということでですね、僕のクリスマスボックスは外れとなりました。エメラルドがいっぱい増えたからな、これ、キャラ変えんねんけどな。キャラ変えるけど、ねえって感じで。どうしたらいいんかなと、もう少し2日間あるんで、このスペシャルセール2日間悩みたいと思います。はい、ではバトルの方いきます。プレゼント泥棒からいきましょうか。はい、レオン使います。プレゼント泥棒は足速いキャラがやっぱ強いですからな。パパパーと泥棒していくっていうルール。相手のプレゼントを自陣に持ち帰る。2個持ち帰ったら勝ち。プレゼントの取り合いですね。ここ足の速さを生かすか。いや、相手のモーティスが守りに徹底してんな。ここはちょっとブルにダメージを与えつつ、相手のモーティスがこれ起動だが、モーティスではレオンに勝てないか。いや、勝ってきた、勝ってきましたね。モーティス強力です。さあ、さすがナイス。それはでかい。多分飛んでくるから、そう、飛ぶ読みでちゃんとこっちに予約入れといたから。残念。うわ、うまい。想定外の動きが入った。しゃあない、これは俺も攻めよう。透明になって、俺も1個奪うしかないな。ここみんながおらんくなったところを奪うわ。よし、隙あり、ほい。いや、きついか。うわー、誰か持ち帰ってくれ。あー、大将などした。いや、今回あかんかったな。なんとも言えないですね。別になんか特に敗因があったわけでもなく。もう一回行きましょう。特に俺悪いとこなかったんで、ね、問題ないのかなと思います。さあ、おー、いいね。エルプリモとかいいかもな。 HP 多い系はな、持ち帰りやすいからな。さあ、まず右から展開。オッケーオッケー、右、ドフリーね。誰もおらへん。シェリーしかおらへん。シェリーしかおらへんから、もう先倒そう。で、オーバーラップ。で、ジェシーはかわして。オッケー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 。オーバーラップスで、1個召喚します。さあ、まずはギフトをダッシュしていく。ここも、強気に攻めちゃおう。よし、エルプリも行け。俺がこれ受け取るわ。へい。強い。
オッケーオッケーオッケー、圧倒的強さ。シュート、オッケー、プレゼントダッシュ、プレゼントダッシュしていきましたね。ナイスです。やっぱエルブリも強いのかもしれんな、このルールにおいて。さあブロースターボックス1個開けてと。で次がエメラルドハント。これなんか複雑なステージなってんな。モーティスでいけるか、ちょっとやってみようか。ステージがね複雑な形状してたんでちょっと怪しめですけど、ブロスターねほんまマッチング早いからね、もう気軽にできるゲームっていうのがでかいよな。これもうポーンと押したらもうすぐマッチングするからさ、めっちゃ気軽にできるのがいいよね。さあとりあえず持ち帰りで、おっとダイナマイク直撃してしまう。さあこっちポコおるから、いやーこれはダメだ。まあいいでしょう、ローサはしゃあないの。ローサには勝たない、あいつ HP 多すぎ。HP 多すぎビーマーやから、ローサには関わらん方がいいな、作戦としては。ダイナに突っ込むわ俺。無限ダイナに突っ込む。そうそうそう、ダイナに突っ込んで、ペニーもまだ勝てる可能性あるから。ペニーとダイナに突っ込むような動きで。よし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 。ダイナ来た。ダイナに関してはもう俺が行く。で、ローサは無視。ローサは関与しません。ペニー、ここはいやらしく外を回すような格好でプレッシャーかけていこうか。さあ相手はタレット置いてくるか、置いてこない。よし、じゃあここで、ああ攻めようと思ったけど壁にぶつかった。よいしょ、ここダイナに対して圧かけろんか。あれもダイナのこのキャンディーをかわさなあかんからな、ダイナキャンディーをかわすという俺の仕事があるから。ここ行って逃げで、さらに行きませんよと。大丈夫か、ローサが来てんな。ローサ詰めようか俺が。で逃げる、フルート吐かせて逃げる。オッケー、作戦通り、あれ吐かせてしまえばオッケーよ。あいつはゴーゴーゴー。さあカウントダウン入ったんで、ここはもうねしっかりと隠れていきましょう。さあポコがちょっとクラウド気をつけてね。ダイナの攻め込み、 OK、 勝ちですね。ナイス、ポコが強い。このスキン持ってるポコはうまいって大体決まってるから、このポコはお前強い。スキンでだな、この人やれるのとかあるからな、このゲーム。はい、次になります。ブロストライカーいきましょう。プロストライカー何で行ってみようかな。サボテンとか使ってみる。サボテン、さあ行きましょう。ぽいぽい。サボテンはねなんか爆発するからね、投げたやつが、投げたら分散弾になるっていう。でもそんな火力ないのな。あ、分散して当たりやすいっていう代わりに直撃させないと意味ないっていう。スターパワーで回復できるんで、これ自分のトゲの中入れば回復やから、それが強い。ここはボールを一気に押し上げましょう。みんなやられてるんで、いやーまあこれしゃあないな。相手フランケンおるから強いな。フランケン HP 多いからね、左におる人。これで捕まえなあかんね。ウルトで、ウルトでこう捕まえなあかん、こうやって豪快に。よし、捕まえてしまえばこっちのもんや。縛り込みできるんだよねこれ、相手を。シェリーどこ行った、シェリー。よし、あー爆発する。うわー、ダイナの火力はすごいからな、俺のサボテの HP じゃ耐えられへんわ。さあこっち HP 少ない勢が多いぜ、少ない勢ばっかりやからさ、ゴリ押されへんから厳しいよね。ほい、さあ思いっきり外したな。まずフランケン仕留めようか。仕留めきれないでいく。さあ無限ダイナとかもおるけど、当たれ。よし、フランケンに対してもしっかりと圧かけろん。縛り込み、ここは突貫でいいやろ。せいせいせい。さあここで押し込めるかどうかなんだよ。押し込まれへんもんな、 HP がないからさ、押し込めねえんだよ、それが辛いとこ。倒す能力は十分あんねんけどな、こっちのチーム数。
うわすまねえ。いけジェシー、無理ですよね。この編成やと厳しいんだよな。延長戦入ってまで粘れば結構いけるかもしれない。バーリーなぜそこで使った、無駄打ちやぞ。泣きそうなるからやめて、そういう無駄打ちはちゃんとやろうよ。よいしょ、いやー強い。シェリーのスターパワーで動きがね遅くなるんでね、シェルショックでも足が遅くなっちゃうの、ひたすら食らったら。さあ延長入ればこっちが結構有利なのよな、相手射程が短いから。よいしょ、スッ、オッケー、はい勝ちました。なかなかね編成的にご利用せなかったっていう、そんな感じのブロストライカーでした。はい次、賞金稼ぎいきましょうか。おっと今回は藪の中やな。藪中稼ぎはね基本的にボートから見えた方がいいわ。スターパワーで見えるんで、藪中が、藪中をこうみんなチームの人もね近くにおったら見えるから、みんなが見えるっていうのは強い。でこれでみんなで3人固まって賞金稼ぎ、相手を倒しまくるというルールですこれは。さあここジーン、ローザ突っ込め、あと俺も援護するぜ。ゴー、さあ、あ味方のシェリーやられたか。さあここは3人で合体していこう。お見えるぞ、ウルト打ってくんぞ。ウルト、えげつないなそのウルト連打は。これもうダメだ。おお返した、ナイスと思ったけど、クロウお前そこで食い下がんのか。やるな、あそこでひたすら飛んでくるとはな。はいはいはい、仕留めておきましょう。終わりだ、ドーン、オッケーオッケーオッケー。まあ15対7と少しリード、オッケーオッケー。相手戦意喪失してんぞ、いいぞ。ローサナイス、援護いくわ。うわー19対19になった一瞬で。ローサのウルトも貫通してさ、シェリーが強すぎたっていう。ナイス、そうシェリー強い、それほらもうめっちゃ強いもん。そのウルト当てたらさ、必殺当てたらさらにもう一回溜まるっていう、ぶっ飛び級よこれ、半端ないやろ。相手のクロー繊維喪失やな。ナイス、相手のクローちょっとあれがあかんわ。繊維すねたすねたすねた、そうこのゲームすねるからな、すねたあかんわ。気持ちはわかるけどな、その嫌な気持ちになっちゃうみたいな、拗ねちゃうわみたいな。でも他の人がかわいそうやからなそれは。よいしょ、さあ、あ自らやられに来てんな。さあさあさあ、俺も容赦なくも行くよ。46点、さあ拗ねた拗ねた子がおる、拗ねた子も容赦なく倒していくという。51点、はい、まあこれちょっとクロウが拗ねたけど、まあどちらにしろ拗ねてなかったも勝ってるからまあいいけど、拗ねたあかんな、すぐ拗ねる。さあブロストボックス解放、んなら次はバトルロイヤルいきましょうか。ソロロイヤル、うん、クマさんでいこうかな。ニタさん10OK、ニタ、さあソロバトルロイヤルです。 OK、 ほい、さあクローおりますが一発当てていく、まあ、これほんまこまめにね誰でもいいから技与えとくのが大事なのな。必殺技、あやばい、あのジュース取られたら負ける、あの真ん中に巻くやつ、そうあのジュース取ったらもう足早になってパワー最強になるから、あのジュース取ったやつが勝ちみたいなゲームになるからさ、難しいのよ。ほら、ジュース持ってる人がでかいから怖いよ。隠れた方がいい。もう一発仕留められるから。生存者まだ10人で一人もやられてないからね。ここでやられると痛すぎるんで。しっかり立ち回っていきましょう。ここもちょっとジュースの音するから。やばい、バレる。バレるよ、あいつに。見つかっちゃう。奴に見つかったら、とどめされるからな。足早いから。ジュース持ってる人に見つかったらもう終わりと思ってください、これは。
逆にジュース取ればもう好き勝手暴れるからな。さあどんどん人減っていくな。今回しゃあないな、もう攻め損ねたからな。タイミングを失った。ちゃんとクリアしていこうか。あ、ダリル、ダリル回ってる回ってる回ってますな。くる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 星人というやつや、あれはくる星人。やばい、あいつ容赦なく突っ込んでくるぞ。やめろやめろやめろ、ほら黄色いの溜めてるもん。脅してきたあいつ。うわー、あいつ転がってくるのか。あ、こうやんのか。くるくる回ってんもん。あのパムが強いな、あの4つ持ってる人、あれちょっと嫌やな。あれと関与したら負け。あ、シェリー、あー、シェリー、お前そんなとこおったんか。気づかなかったよ。うわー、これ位置が悪い、挟まれる。ど真ん中や俺。どうします？瞬時の判断でかわすしかないな、これ。ここ狙おうか。あいつ狙うわ。あいつを回復させない、撃ちます。よし、あいつ、行き場失った。ロスト、ロスト、ロスト。行き場ロスト。で、クマで、盾。ここは知らんか、撃ちます。さあ、どこまで粘れるか。お、ジュース！あれ、パム取らへんの、ジュース。それ、俺勝つぞ。ゴー！うわー、ジュース取られたー！ジュースの強奪。うん、転がってきた。さあ、これはジュース持ってるから有利やろ。あ、おーっと、ジュース持ってるけど、ちょっと立ち回りがよくごちゃごちゃなとったぞ、あいつ。なるほど、まあ、3やから勝ちみたいなもんですわ。いや、ジュース強奪されたな、びっくりやわ。じゃあ次、デュオ行きます。デュオキャラ変えましょうかね。あんま使ってないやつ行くか。8ビットとか行く。はい。8ビットこれ、あれやな。一回ちょっと終了、あ、終了しようとしたらいけたな。やってしまった。スターパワーをね、復活するやつに変えようと思ってんけど、まあいいわ。はい。さあ、このキャラクターは足が遅いけど、火力がめっちゃあるという。火力重視。ジーン、そこ危ないぞ。強くすぎんか。おー、強気やな、あんた。あんたという人間は。やるな。まあ、味方強気っていうのはありがたいことよ。仕留めようか。サンキュー。でも、これブーストするわ。うわー、ジーン、なんでやねん、最下位やないかーい。なんでやねん、そんなとこおらん取ってくれる。やっぱあれやな。スターパワー変えといたらよかった。スターパワー変えといたらよかった、これ。スターパワーがね、これ。コンティニューにしたら一回復活できるから。そういうことよ。今のはしくじったな。終了したけど間に合わへんかったから、始まってしまったからな。今回はもういける。さあ、サンディが味方になったな。サンディはちょっと火力ないから割り手伝いに行こうか。うん。サンディは火力ないんでね。ちょっとお助けキャラみたいなとこあるからさ。この二人でちょっとチーム組んでしっかり行くわ。コンビネーション。おっと、一人ぶち抜かれた。リコがおりますな、リコ。リコに対して圧かけていくな、我々。さあ、ジュースの音がするが、やり合ってんな、あいつら。さあ、リコそこにもおるという情報入ってます。さあ、ジュースが湧くが、俺がとっても足が遅いから、サンディにとってもらいましょう。うん、サンディにとってもらってついていく。さあ、俺こっちから行くわ。さあ、8個の人がやけくそに打ってるけど、早く打ってくれ。ナイス。もうバトルはいいか。早っ。適当に投げてもだ。ふぅ、どうしようもないって。これはこれはどうしようもないやつか、いや、どうしようもあるやつか、これはどうか。てれててんてて。さあ、スターパワーじゃ。これがスターパワーカウンター、見せてやれ。終わり。はい、ありがとうございました。スターパワー強いからね、一回復活できるっていう、これめっちゃ強いな。もう一回いくわ、これ面白い。最高やな、やっぱスターパワーおもろいな。一回やられてさ、相手もやったと思ったら、その場でもう一回復活してくるっていう。ぶっ壊れてるからな、相手はもう。轟いてるやろな、轟きを隠せない。驚きを超えて轟いてるからな、もう。復活するんかいってなるやん。そりゃ怒るよな、そんな、みんな一回しかやられたらあかんのにさ。普通に復活してくるからね、その場で。さあ、今回エリザベスと組ませてもらってます。今助けに行くからねーって、無理じゃーんと見せかけて、俺もう一回行きます、これ。うん。その代わりリロードがたまらへんっていうのはデメリット。リロードがね、どうしても。
はい、大丈夫でした。そんなんやめてや。一生懸命やってるのにさ、囲い込みとか、また、まあまあ、じゃあない、これは。ちょっとエリザベス当たってしまったのが申し訳ない、これは。うん、エリザベス当たったのが申し訳ないというか、当たったのがもう運の尽き。うん、エリザベスの味方では今の厳しかったわ。あんま刺さってないからな、このマップに。さあ、次当たったフランケン、まあまあまあって感じだな。あんま刺さってないけど、いや。結構その、ちょっと射程いるもんな、今回のステージって。ちょっと射程いるけど、そんなめっちゃ長いやつも刺さってるわけではないっていう感じだから。舐めてんな、あいつ。よいしょ、終わらせたろ。はい、終わり。二人とも舐めてきたな。舐めてくれるとありがたい。さあ、いつもジュース取ろうとしてるところも取ったらやる、倒すぞ。圧かけるぞ。さあ、やり合ってんな、上で。さあ、ここはフランケンジュース頼むわ。あいつ死にに来たか。さあ、フランケン、もうどっか行っちゃった、俺の相方さん。ダイナマイク。ダイナマイク。相方とはぐれてもうたぞ、俺。単独旅行になっちゃってるからね。ダイナ来た。うわー、味方やられたやって。単独旅行した結果。まあ、しゃあないな。単独旅行したかったらしいから、あいつは。ジュース取ってもそのままはぐれたっていう。逆にジュースなかった方が良かったっていう。さあ、これでもう復活するんでね、フランケンは。さあ、フランケンについていきますぜ。敵どこにおるか知ってるか。おっと、ジュース。これフランケンに取ってもらおうか。俺、まあ俺取ったら足遅いから捕まえられへんしよ。さあ、行け。行けと言っても敵おらへんやな。うへぇ、あんな避けられへんからな、足遅いから。みんな多分こっちにおるぞ。よし。さあ、仕留めていって、どんどん。パワーを上げていきたいですね。おっと、ジュース。え、これちょっとジュース関係なしに倒すわ、もう。さあ、ナイス。オッケー、イシー。オッケーオッケー。8ビットの火力をね、ぶちつけるような試合になりましたね。はい、次が、歩行のスター行きましょうか。これ一番苦手なんだよな。今回のマップがなんかボッコボコやな。レオンでいけるか。いつもレオンでいくねんけどな。レオンちょっとインビジヒールでいくわ。スターパワー変えます。足が速いじゃなくて回復できるようにしよう。ほい。ここのスター一番難しいからな。4以内に入ったらスタートークンもらえるから、4以内ね、目指すんやけど、そう、妹でもいけるゲームじゃないからな。もう参加して、星集めなあかんから、一番難しい。で、展開が向かへんかったら終わりやし、展開向いたら1位を言うやし、みたいな。展開ゲーやからな。どのように敵と出会うか、みたいな。さあ、エルプリモ。さあ、モーティス。さあ、モーティスかかってこい。かかってこない。さあ、ジェシー、直撃。さあ、エルプリモに絡んでいきますか。うん、エルプリモ絡んでいって、で、ウルト貯めていく。オッケー、これでまず星2つですね。さあ、黒を必殺で飛んでくるのか。ちょっとこれめんどくさいな、これな。うわー、これはちょっと一回やられてもいいな。一回やられてもいいな。うん、ウルト溜まってるから、一回やられて、そっから立て直すわ。今のところで使ってもちょっと打ち勝てる保証がないから。ここでポーンって消えて、芝の中で消えれば相手見えへんから、これピューっていって、うわー、あの陣欲しいな。しかも消えた割に全然意味なかったしな。うわー、欲しい。あいつ欲しいいっぱい持ってるから、あいつ絶対欲しい。おいしい。ほら、狙われた。あ、いいな、その獲物。めっちゃええやん。今回に関してはスターパワーは足速い方がいいな。回復する方じゃない方が良かったわ、今回に関しては。さあ、レオンにダルガラミ。 OK、 倒したインビジールで回復しよう。 OK、 逆回復良かったわ。よし、耐えろ。かわし10万ボルト。2位まで上がってるから、残り30秒。もうちょい倒さなあかんな。4位以内入らなあかんから。さあ、ここは俺も消えていこうか。この土壇場で俺も消えて。やめて、なんでバレてんねん。消えたはずなのに。あいつ強いな。あいつ弱ってそうやから行くわ俺。 OK、 よし、1位。レオン、どうする。エルプリも行くか。レオン、デシー、クロー、
あかん、あかん、あかん。2位、ギリギリ1位逃したけど2位取れたのはでかいわ。これ一番難しいやつやから。スタートークもらえるんでね。よし、そして、ラストがエメハン参戦やな。パワープレイ、パワープレイのエメハンです。エメハンむずいからな。まあ、ジーンでいきますかな。よし、参戦しかできないんでね、1日パワープレイはスターパワーを持った人間しか入れないというルールになっております。さあ行きましょう。シェリーとローサ、これええな。俺が相手を引っ張り出せるんで UFO キャッチできるんでね。このキャラクターは UFO キャッチから一気に展開できる。うわーマジか、うわうわ絡んでくるな。結構そこまで追いかけてくるか、お前はよ。まあ落ち着いていい。最後の最後で UFO キャッチすれば全員倒せるから、一気にエメラルド回収できるから、ここ行ったろうか。 OKOK、 とりあえずこれでバシーンで誘拐できるんで、でスターパワーで味方回復できる。 OKOKOK、 スターパワーで周りの人間は400ずつ回復できるんですよね、俺の近くにおれば。さあローサ攻めた、いいよローサ攻めよう、行こう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 。で味方回復するわ。オッケー、うわー俺落ちたか。シェリー変えてこれるか、ローサ変えてこれんのか。ローサ生きたか、ローサ耐えたな、でかいな。ローサやられるかと思ったけど、よいしょ、ヨーキャッチからのこれでカウントダウンですね。よいしょ、あとはあいつが無事帰ってくれてればローサが、よしよしよし。でこれスターパーで回復して、容赦なくでポッコとかお前もう落とすわ。あーくそ、おお強気にいくね。おお全員粉砕するつもりや、あいつついていこう。おお全員倒したな。いやこれ味方ついてたな、味方が強かったから運が良かったね。さあ大勝利。はいもう一回いきます。さあバーリーとリコ、うわこれやとあんま刺さってないな、ジーンがあんま刺さらへんのな。火力ある、さっきみたいな近距離系がね一人欲しいの、ジーン使う時って。まあ別にこれでもいけるけど、とりあえずこれで仕留めて、さあリコがどんだけ当ててくれる人間かどうかやな。あとはあ結構当ててくれてんな。 OKOKOK、 いい感じや。こっちの欠点としては HP が少ないっていうのがあるからな、それがちょっと怖い。全員 HP 少ないんでね、うまいこと立ち回らんと地獄見るわ。さあここで UFO キャッチ、さあ敵見つけ次第 UFO キャッチしますわ。拡散弾で索敵はできるが、さあレオン消えてきたな、これ。あ違うか、レオンおるわあっちに。まあこれはちょっとゆっくり行くしかないな。リコ軸で立ち回るしかないからな、こっちお前バーリーとかあんま意味ないから、リコのその火力次第やわ、こんなリコ次第。うわー強い、あーカウントダウン、これちょっとあかんな。まあ、このマップにちょっと、バーリー刺さってへんからな。よいしょ、まあしゃあない、これはしゃあないですね。バーリー引いてしまったからこれはもうどうしようもない。まあ俺も悪いけど、まあしゃあないな、僕も悪いですが、そういうことになります。あーオッケーオッケー、ダイナマイクと、まあ、ブルやったらオッケーやわ。ブル追ってくれるのありがたい。 HP 系がねやっぱ一人追ったらもういけるんで。さあブルをちょっとアシストするような感じでいきます。ブルアシスト立ち回りプラス、まあ、火力もあるから近距離やったらで回復させれるし、でここ突っ込みましょう。飛んでくるなこれ、そこ。さあブル大丈夫か、さすがにそれは無理だ。ヨーキャッチ、オッケー。ここはかわしていく、かわしていく、いやん
まあでもこれで後ろでやられてるからエメラルドは置いといていいよ。これでエメラルド3つは保証みたいな感じだから後ろ置いといて OK。 ただローサがウルト、そうやね、ウルト持ってるからそれが一番脅威よ。さあダイナ当ててくれ。全然当たってんぞ。ペニー来た、ペニー、ペニーが盗っとしに来たわ。ちょっと捕まえとこ、確実に仕留めておこう。さあまたローサウルトたまんぞ。そんな突っ込んどったらウル大丈夫か。もうちょい慎重に行ってくれ。ウル行け、逃げろ。無理やんな、そんだけ通ったら。逃げれるか、させるかよ。とりゃよし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 。ちょ、これ俺巻いといた方がいいな。いや巻いといた方がよくはないか。まあこの辺でやられる分には問題ない。助けてくれ。よし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 、スパーン、オッケー。ということでね、本日のブロスター楽しませていただきました。いや、面白かったね。面白かった。それでは、ご視聴ありがとうございました。